はい、プレイしていきたいと思います。ゴッドオブウェポンというわけでやっていきましょう。前回ね、キングやってキングのベガーですねやったんだけども、どうやらティア4をクリアしたつもりだったんだけど、なんかできてなかったんだよね。選択忘れてたのかな。ということでこれで武器どうしよっか。待って、新しいやつ。隣り合う武器で敵を倒すと敵の落とすゴールドが増える。いいね、完璧じゃないですか、完璧じゃないですか。じゃあこれで何がいいんだろう。これ儀式のダガーでライフスチルやりたいのも山々なんだけども、どうせ HP 増えたらライフ増えるじゃんっていうのもあって、真空波がワンチャン遠くの敵倒してくんねえかなっていう期待もありつつ、グレートソードで敵を投げ払うのもありだなっていう。ちょ、真空波やってみよっか、試しに。で、で、近接強化しました。よし、これでいこっか。で、50回ダメージを受けずにフロアクリア、無理。ライフスチル60、これ目指せたらいいね。移動速度マイナス50は無理なんで、移動速度プラス50を目指しつつ、薬剤4行く。25多分無理。で、あとはモーニングスターかなってところですね。ちゃんと4になってるね。オッケー、行きましょう。真空波どんなもんかな？あ、いいね。いいね。まあまあ余裕では真空波。ほらほらほら。ああ、微妙か。範囲。まあでも、範囲攻撃なんで、いいでしょう。序盤は当たりなのでは。敵倒せば多分金落ちるから、金が落ちれば HP 増えるんで、ライフスチールしてるかと見せかけの、あ、これ取りましょうか。ライフスチールと見せかけ、ライフスチールじゃなくても大丈夫っていう。こっち拡張しとこうかな。え、待って、めっちゃ今レベルいくつ上がったん俺。すごい量解放したぞ今。これ買うでしょ、絶対。買います。待って。これじゃない。どうやって戻るの？次のフライって戻ろう。メインメニュー。なんで？なんで？これは真空波でいい。これは王冠。ね、王冠、敵を倒すと落とすゴールドが増える。で、4。OK。だから真空波強かったのか？ティア4だったから。いや、そんなことないか。普通に強いか、これだけでも。ウィー。お、HP めっちゃ増えるのでは。こっちの方が真空波出て、これがいい？敵に殴られまくるけど。やばい、無理。ちょっと厳しい、厳しいかな。6個、1234、まあ56。武器どうしよっか。あ、これ買いましょう。やっぱりこれは買いたい。これとこれキープしとこっかな。キープしといて、これ攻撃範囲広いんですよね、このライフチームやる。で、これ攻撃速度上げていきましょうか。で、次、もう一回回せばよかった、今失敗した。もう一回タダで回してたのに。ピッカー、どんどん HP をモリモリにしましょう。今ライフスチルないんで、ちゃんと避けながらいかんといけんか。あとクリティカルを持って、クリティカルオーノで敵をガンガン倒していきたいよねっていう。よいしょよいしょ、いいね。あ、でもあんまりレベル上がってない。7つ。まあ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 、攻撃速度上がるの出たね。こっちも拡張しましょう。これを
どうすっか。こうしてもいいよな。で、これ一回外して、こうして。ライフスチルやっぱ欲しいかなって話よな。うん。もう一個はね、これまで本当は制してもよかったけどな。経験値変えましょう。まあ金はいい。これ困ったね。こうすればどうにかなる。こいつに触れてないな。じゃあこうするしかなくって。経験値。ライフスチールはキープしましょうか。次行きましょう。なんで運も盛りたいよねっていう話か。金結構入ってくんな。そうだ、金も盛らなきゃ。金盛らなきゃ。で武器持ってる武器は全部こいつに接してるようにしよう。そしたらどの武器で倒してもこれの効果が発動するっていう美味しい状態を保てるはずなんで、それでいきましょう。抵抗等はよ、こっちに伸ばしたくね。まあ、ここら辺伸ばしとくか。うわ、あんまり伸びてねえな。しゃあないか。今回武器はなしで。武器はなしで。回します。これは絶対に持っていきます。これは絶対持っていきます。どうしよっか。これ一回外すじゃん。これで、こうじゃん。違うか。違うな。違うな。こうじゃないな。これ外すか一回。こっちこれだな。で、この。いやー、こうじゃないな。こうじゃないな。あ、もう一個はずれないわ。ちょっとこれロックっすね。ロックでいこう。ロックで、微妙。微妙。どうしようもないぐらい微妙。違う。ダメだ。今のスペースじゃダメだ。とりあえずもう一回回すか。ライフスチールはいらないよな。あ、範囲来ちゃったわ。範囲来ちゃったわ。うわ、範囲入らないじゃん、こんなんじゃ。これでいいか。入ったわ。はい。よし、これでいこう。もう一回回す。この来た。あれ、俺、あのロック失敗してたわ、さっきの。金が来たらいいから回すか。もう一回捨てるか。来た、金。もう一個。ライフスチールキープしとくか。うわ、経験値来たわ。もうこれで。ロックで行きましょう、次。お、いいね、いいね。いいよ、レベルアップ。で、
ライフスチールも60まで盛るのは無理かな。多分無理だよな。なんで移動速度を持ってみてもいいけど、移動速度マイナスが多いんだよな、どちらかというと。でもマイナスは辛いから。9個マジか。1234567、8の9、よし、いいところ来た。こうはいかないか。こういけば、そうもいかないな。接しすぎ、接しすぎ。お、これいいんじゃない？違うか、違うわ、違うわ。ちょっと一旦これ迫っといて、これもう一個欲しいんですよ。こうじゃん。これ入る。きたー、きたー。まあ次かな。なので範囲かな。まあ範囲と経験値。羽、これもうちょっとね、ティアが高いのが出てくれたら嬉しいんだけどね。羽、金ロックしとくか。もう一個じゃロックしても辛いわ。よいしょ。やっぱ鎌強えな。鎌攻撃範囲が広くていいかもしれない。よいしょ。で、攻撃力もそろそろ持ってってもいいかもね。敵ちょっと硬くなってきております。で、攻撃力盛りつつ、投擲武器はまあいっか。で、敵倒してるから回復はすごい、回復というか HP の増えがすごいから大丈夫。4つか、経験値欲しい。1、2、待ってよこれ、1234の上、1234の上。拾う。来た。来た。あれ、嘘。嘘。5?1234 の上。あ、5だわ。く。っていうことなので、こうっすね。こうっすね。こうかな。これもう一個。逆向き？合ってる？合ってない？逆向きだな。じゃあこうして、合ってる？合ってねえよな。合ってねえよ。ダメだな。こうか。で、これこっちでこうか。もう解除しとくか。いやー、攻撃速度20はでけえもんな。いいの出ねえな。これいらないだろ、金も。そろそろ運上げていかねえ。ダメか。ダメだ。あ、これキープしよっか。攻撃ダメージも上げていきたいところではあるから。何買ったっけ今。4増えたから、やっぱあれか、釜、釜を、釜じゃない、斧、投げ斧1本買っただけかな。
よいしょ。金は増えてってる。ライフスチールもうちょい持ってもいいな。ライフスチールをもうちょい持って安全に行きたいではある。ちょっと HP は多いけど上限に張り付くことはないね。5スペース、まあ悪くない悪くない。こっちに武器をもう一個構えたいかな。よし、いいんじゃない。武器構えれそうじゃないこれ。どうしよっかこれ。1234、1234。いやでも入らねえよな。いけるかこれで。これいけそうだな。攻撃速度アップいきましょう。どうだ、どこだ、こっちか。あれこうか、違うな、こうだな。よし、これ全部、1234566、いいね。ただいますんで回りましょう。マジか、来たわ、最高最高。こっちとこっちと、もう一個ここでいっか。これ運はもう入れとこう。 HP は大丈夫。敵が来た。これは買いなされ、売却で。これをこっちに置いて敵 10%12% アップ、経験値はいいや。攻撃が来たんで、これ解除します。これも 9% で、範囲がちょっと、ああ 8% か、範囲がちょっと減るやつなんで。おっと、強そうな探検来た。これキープで、隣の探検につきクリティカルがっていう、いいね。ちょ待って、これさ、どうにかこうできたりしない？一旦おしまいの。これは無理か。無理だな、多分な。無理だ。いけるのか。いや、いけねえよな。いけねえよ。これは無理だ。さすがに。無理だ。さすがに無理だ。よいしょ。よし、次行きましょう。本当はこの斧とこいつらを接触させてあげたかったんだけど。ちょ、無理っす。斧をね、くっつければ。斧ごとに確かクリティカル率 5% アップみたいな感じだったと思うんで。あとは本当はね、なんだっけ、あとエリート倒せば攻撃力上がるとかいう、あいつをちょっとできるだけ早い段階で確保しときたいよね。あれ取れればだいぶ攻撃力も防御力も余裕ができるんだよね。エリートは多分倒せるはずなんで、多分だけど。死ぬ、もしかして俺死んじゃう。怖っ、怖っ。6個買う方来たおの、しかもティア3、素晴らしい。こっちとこっちとこっちとこっちで、どうしよっか。さすがにもう1個売るか。武器はもう6個でいくって決めてるんで。じゃあこれ売る？これ売るしかなくね。売るってこれ買うの？なんか負けた気がするからやめとこう。いいや。これ買います。
じゃあこれも今いらねえかな。運持っとく？運持っとこうか。ライフスチールと敵増えるやつ。ライフスチールと敵増え、敵増えるのも絶対欲しいんで、この運のやつ売ります。買ったけど。HP は65、あ、違う、116なんで大丈夫。このキャラはね、敵を倒せば倒すほど、ゴールドがもらえる感じですね。あ、違う、ゴールドがもらえるじゃない。HP が増える感じなんで。で、HP が増えれば、これキープで。生き延びやすいよっていう感じだね。あー、買うか、これ買っちゃおう。うわ、これはキープで。シックル。ライフスチール武器は置かれていないとき、ライフスチール15。ね、これとチェンジしてもいいな。チェンジしよっか。HP は112なんで。ちょっとこれ、しゃあない。ライフスチール1個は欲しいから、もう。もうちょいは。で、安定してライフスチールできればね。だ、本当は隣り合う武器がライフスチールになるっていう、あいつを盛れば、ちょっとだいぶライフスチールしやすくなるんだけどね。まあ、ないので、ないので、ライフスチールはあれかな。いっかっていう。うわ、死ぬ死ぬ死ぬ。え、やばい、もしかして意外と。意外とやばい。ちゃんと動かんと。やば、ビビった。ゴマス。まあ、これ買うか。火力上げていこう、さすがに。1、2、3、4の。かな。火力上げてライフスチール取りたいけども、ちょっとキープして、なんかいいのが来ないか見て。あー、どうしよう、攻撃速度かライフスチールか。攻撃速度だな、それはさすがにな。なんだっけ、移動速度クリティカル、いらない。これはどうしよっか、いらないよね。生命力持っても、生命力がそもそもっていう話だからな。ナイス。クリティカルが来た。いる？いらない？あってもいいな、これは。この斧が貫通があるんで、クリティカル発動すると貫通するんで。でもクリティカル率 50% まで来てるな。意外と強い。今リセットしまくるよりも、マジか。うる。最高。DPS どんなもんな。39、54だって DPS。 まあまあ強い。よし、いいんじゃない。次行きましょうか。もうちょいます。うわー、これ来た。経験値、マジか。じゃあもうこれ売っちゃうか。一個、待て、これ売ったとてよ、売ったとてスペース入るかっつったら入るわ。売る。よいしょ。経験値。よし、行きましょう。何か、攻撃速度が上がって、5マスだったと思うんで、攻撃速度があって、経験値が増えて、敵の速度が上がって、かな。あとあれか、斧のティアが上がったって感じか。ちょっと敵多いっすね。やばいね。攻撃範囲伸ばしていかないと結構やばいかな。攻撃速度、攻撃範囲でガンガン行きたいっすね、これは。とあと、アーマーも上げないとちょっと痛いかもしんない。よし。6増えたんで。意外といい。武器増やした方がいいのかな。ちょっと迷いどころよな。攻撃力下がります。いや、いらなくね、これ。クリティカルいらないよな。ライフスチールは取っとこうか。
クリティカルいらない気がする。うん、いいよ、いらないよ今これ。やめて。近接アーマーライフスチールが減る。移動していないとき攻撃速度60。これなあ、これキープしとこっか。移動速度1につき 1% ダメージ、 3% ダメージ減るだけで、移動していないときはもう攻撃速度上がって、あれも増えるんで最高ですって感じだね。これ使いましょう。どっちに使う、これ斧かこっちかなんだよな。斧かな。うん、斧でいいや。貫通力アップ。うわー、これとこれ切り替える。そしたらさ、俺さ攻撃速度 90% じゃあ60だから100で 100% 超えるわ。強強なるね。これは買いましょうか。敵がさらに増えるけどもしゃあないっす。敵増えて、移動速度減ってアーマー増えてって感じですね。うわ、金来た、マジか。じゃこれ売って、ただこれ攻撃範囲が10減るんでちょっと怖いかな。あ、クリティカルの出ましたんでこれ取りましょう。 5% クリティカルが永続的に増えて HP が5減るっていう。 HP はもうガンガン減るキャラなんで大して痛くないっす。減って増えてのキャラだからね。いや、やばこれ、どうしよう。ちょっとキープしとこっか。ゴールド今あってもさ、この回すのにしか使えないんですよ俺。回したとてないよね。あ、回した意味があったわ。回した意味があったわ。使う。1、2の、どうしよっかな。3かな。ちょ、これ買います。でも、範囲が狭くなるのちょっと怖いな。範囲狭くなるのまずい気がすんな。いや、これはちょっとキープで。さすがに HP 減りすぎる。あー、HP10 減ってクリティカル上がるか。いいだろう。受けてたと。これも買う。よし。これもロック。いきましょう。範囲マイナス？あ、一応範囲プラ2だからプラスではあんのが。よし、行きましょうか、これで。敵がだいぶ増えてると思うんで、どうにかなってくれることを祈ろう。貫通頑張ってくれるはずなんで。貫通頑張ってくれるはずなんで。やべえな、意外と。意外とやばくね？意外とやばくない？意外とやばいっすね、これね。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。これまずいぞ。非常にまずいぞ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。マジかマジかマジか。武器力上げないと。あの牙のやつ欲しい。エリート倒したら火力上がっていくやつ、あいつ盛らないと厳しいわ。あいつ盛らないと厳しい。9も増えた、だいぶ上がった。どうしよっか。回避はどんなもん今。回避1か、きついな。回避1きついっすね。回避1きついな。これは買います、さすがに。買ってこいつは使うときは同時に使うんで、ちょっとこのターンは置いとこっか、次のターンに使おう。あー、これ売って
アップグレードできて、これよな、これ買いたかったんだよな。隣の武器で敵を倒した時にライフスチールが発動する確率 15% アップ。つけたいな、つけたいな。こいつらどの武器でキルしてるかがわからんから、いや、もうスルーします。あ、回避 10% これ入れましょう。で、回避成功するとあれが上がっていくっていう攻撃が。あー、そっか、運のやつ忘れてたわ。金これちょっとキープっすね。なんかいいのこない。うわー、いいの来た。 25? まあいいだろう、いいだろう、いいだろいいだろ。攻撃速度 35% だ。立ち止まったら 60% 攻撃速度上がって、動いてる間は 31% 増えてる、 35% 増えてる。これいらないよね。移動速度が増えるわけじゃない、アーマーが減るだけだからね。きたー、買います買います、買います買います、これは買います。1,2,3 これも買っちゃおう。ね、HP50 だってやばい、ちょいとやばい気がするね。ちょっとね、これ外してから回さないと。こっちに移しとくか。あーね、あーね、困っちゃうのね。どうしよっか。金、金の亡者、いきます。最大体力がどんどん減ってった。本当は攻撃力が欲しい。危ない。もう HP が増えれば、あ、違う違う、金が入れば HP が増えるから。それどうにか耐えて、耐えてもろて。でも攻撃力が増えないからな、 HP 増えても攻撃力増やさんといけないよな。やっぱ手数増やすか。でも関係ない武器で倒してもさ、金が落ちなくなる可能性があるんよな。だからちょっと相性良くないよね。武器6個で頑張るしかないっていうことになっちゃうから、ちょっとどっちがいいのかわからんよな。実際倒したら回復みたいなもんだしな。危ねえ、死ぬかと思った。155か。12、3の4でいっか。これ買っちゃいましょう。減っちゃうけど、これ一旦キープしてみる。キープしてちょっと回してみる。うわ、もう買うの決定だわ。1,2,3。金ある、金じゃ、体力ある。攻撃速度絶対買うじゃん。移動速度1につき運、移動速度がマイナスだったら回避率、これでいきましょう。移動速度マイナスです、回避率です。回避29の人になりましたと。でも普通の剣だよな、ティア2の。うんね。回避6でかいかな。移動速度ちょっと上げないとやばい気もすんだよな。買うか。買うか。あー、来た。これを待ってたよ。これを待ってました、私は。追加のエリートが出て発生してエリートを倒すごとにダメージが上がっていくよっていう、永続的に。どうしよっか。困っちゃうな。
1個売るか。1個売って、これも売って、スペースが。スペースが結局できんのじゃ。こうの。こうか。よし、できた。これ探検のやつだよね。いいよね、もう。無理。なんで、生き延びてエリート倒せば、強いっす。でエリートがまた遅い。移動速度が遅くなってるからちょっと気をつけないといけない。立ち止まれば攻撃速度増し増しでどうにかなる。立ち止まれねえよ。立ち止まれねえよ。樽が出ないと立ち止まれねえよ。いや無理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 。無理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 。やべ、エリート倒せるか。エリート倒せる気せん。エリート倒せる気せん。エリート倒して、倒さないと火力が上がらん。うっそ、エリート倒せんかったな。多分ダメージ24。せっかく3体ぐらいいたのにな。火力取ろう。これは売る。範囲が欲しいな。違う、武器じゃない。あー、まあクリティカル回避が上がるのはいいか。うわ、忘れてたわ、外すの。いらない回避なー。うん、いいだろう、回避もろ。回避成功したら攻撃力2パーずつ増えていくんで。経験値、いや、いいよ。お、これありがてえ。HP 大丈夫。アップグレード、うーん、DPS89 いいんじゃないの。攻撃速度、ロバン、これどうなの。 DPS238 強いな。強いな、これ。DPS238 か。ダメージを受けるたび 5% ダメージ。え、超強いよな、これな。買うか。買うか。攻撃速度 0.33。ライフチール。0.50。おいー。おい、絶対これあげるべきじゃなかった。いや絶対大事だ。169、マジ。いやー、ライフチル36か。待って、これライフチル8ってなってるぞ。俺がライフチル持ってる8。じゃあそれでいっか。これ売ろう。売って1234578。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あと2マッス、あと2マッス、何を売ります？ちょっとキープしてますか。いいの来ないかな。2個じゃ来ねえか。いらない。え、何これ。ライフスチールを行うために10ゴールドがアップ。隣のライフスチール武器1つにつきゴールド獲得率が 20% アップ。隣にライフスチール武器があるとライフスチールを行うために2ゴールド獲得。あれやばいぞこれ、ちょっと強いぞ。ライフスチールを行うために10ゴールドアップ。隣のライフスチール武器1個につきゴールド獲得率が 2% アップ。隣にライフスチル武器があるとライフスチルを行うために2ゴールド獲得。え、こうするしかなくなった。はい、 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5。 はい、はい、ライフスチル武器あります。そしてもう一個のライフスチル武器売っちゃいました。俺ライフスチールを盛らないといけなくって、これ買ってみていいかな。いや今ダメだろ、もうちょいライフスチール持ってからだな。え、この武器も持てねえじゃんこんな。本当にいよいよこれ捨てるしかないっていう。だってダメージを受けるたびにプラス 5% ダメージだぞ、超強くない？絶対ダメージやばいじゃん。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 これまで捨てて乗っけるか。乗っけていいだろ、売却。これまで売ってよいしょ。これで入るだろ、よし。でこれ売って、これも売って、すげえユニーク 2丁持ち。いきましょう、持ち回してみる。 HP 減ってもいいよな。よしやろう、エリートが増えるんで使用する。ダメージが上がった 5%。 これライフチル乗ってないんでいらないっす。ライフスチールが欲しい、行きましょう。ライフスチールが発生するたびに金が増えるんで、金が増えるときっと HP が増えるんで、きっとね。そしたら HP のブーストが大変なことになってると信じたい。範囲拡張かな、ないんだよな。あ、範囲拡張じゃない、そう、範囲拡張、攻撃範囲拡大、あれがないと始まらんのよな。ライフチルまあまあ発動してんな。で避けるもちゃんと発動してる。よしよし、エリート倒した、エリート倒したのはでかい。よし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 、400とかダメージ出てんかった今。きたこれも。そして俺はライフも順調に伸びております。3,4にしとくか。こうして微妙か、やめとけよかった。あっち使いますと、お、いいね。こうなってどうにかなるわ。よいしょ。にゃーん。こっちが変な形になっちゃった。ライフチルこれ盛りたいけど。おっと、これが来た。使います。移動速度が増えました。悪くない。
ライフスチル？ダメか。これ乗っけたいな、ライフスチル武器。でも遠距離のを捨てるわけにはいかないから無理だよ。無理だ。お、クリティカル来ました。しよう。HP168 まだいける。俺、もう俺そろばん持ってないんだ。そろばん外しとこうって思ったら持ってなかったわ。あ、敵増えます 10%。 そしてガルド獲得と移動速度も上がります。これいいのでは。これいいのでは。これいいよな。これでいくか。ライフスチル 15% 持って、ライフスチル1つにつき1ダメージ、ライフスチル1つにつき1生命力で、毎秒体力が1減るんだけども、いいんじゃない、やってみようよ。よし、行ってみよう。ライフスチル50目指してみるか。いける気がする。うわ、欲しかった。まあいいや。ああ、攻撃速度ね。これで行きましょうか。2ずつ食らってるわ。まあ敵が出てくればライフスチル。ライフスチールのあの枠が開くということで。いいでしょう。ライフスチールのためにはね、あのあれなんで、枠が HP が上限だったらライフスチール発生しないんで、ライフスチールのための枠だと思えば、このライフスチールすれば金が増えるから今いいと思う。だいぶいいことになってるはず。金増え放題だと思う。よしよしよし、エリート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 、よし倒した。うん、あれ武器もちゃんといい感じに接するように置かないとな。物のやつとかも多分ライフスチール発生してるから、もうこれもこいつもうまく関連させてあげないといけないかな。どうすっかなって話よな。なので、ああ、失敗した。失敗したな。こっちに拡張したかったな。ちょっと買って、回してみるか。拡張来い、拡張来い。うおー。拡張来い。拡張来い。ちょっと待って、俺の HP641 ってやばくない？やば。きた、ここです。ここに増やしたかった。なんで、どういうことが起きるかというと、これどかして、このどかしていった。こいつが、こっちにどかして、こいつがこっちに来るんですよね。で、これが、あれ？違うな。違うな。これとこれがこうなるじゃん。ちょっと違うな。ちょっと違うな。待ってよ。この武器で、できるだけ多くの武器と接触させたい。で、特にこの2つは、ライフチル。あ、待って。これ倒した時じゃん。ライフスチールした時に金が入るから。いいや、
これがこれに触れてる必要ないわ。そうだろう。ってことはよ、ってことは、どうしよっかな。ライフスチールとは触れていたくて、ちょっと一回これこれ口置いて、これこのどでかいの一回どかして、ライフスチールとは触れていたくて、でこいつとも触れていたくて、斧とも触れていたくて、いや、やっぱりこっちに突っ込みたいかな。こうやって。うわ、そうなのか。触れないのか。じゃ、これこうするしかないな。このアックスのかまし方ダメか、そしたら。こうか。これどいてもらって。こういうこと?微妙?微妙か。日光。いや、ダメだな、これじゃ。こう。で、日光。よいしょ。で、バニッシング。いやー、無理かー。そんな触れねえよな。2個しか触れないじゃん。2個しか触れないじゃん。どっちだ?でも爆発したのは事実なんよ。体力が。ってことはこいつとこれの相性抜群ってことなんよな。敵に当たる回数のこと考えたらやっぱこいつらと合わせるべきだと思うんだ。でも敵倒したらは、ちょっと捨てるか。捨てよう。敵倒したらは捨てて、もうライフスチール命でいけます。攻撃速度どんなもん、 0.8 強いな。ライフスチール命でいけます。なんでちょっと一回やってみて、ダメだったら次のステージで変えればいいからね。これのこうか。これちょっと外しといてもらって。こうっすよね。で、ちょっとこれでいくか。よし、これで行ってみよう。よいしょ。これで行って。よし、触れてます。攻撃速度も触れてます。ちょっと、こっちで。ちゃう。よし。あ、これこうじゃないとダメか。
しよしよし、これで送ってこっちか、これでいいか。よし、これで回して、で HP 多いんでこれかまして、でこれも買っちゃおう。で、こうなったらさ、こうなったらライフスチル入れたくなる欲が出てくるよな。困っちゃうよな、そういうの。そういうの困っちゃうよな。入れたくなるよな、こっちの隣にな。やめとこ。きっと。入れる、入れれるか。リロル。に。無理か。無理だな。一マスあっちに行かないといけないから。いや、むしろないじゃん、もう。もうリロールしたらなくなっちゃったよ。ライフチルを行うために10ゴールドがアップ。隣り合うライフチル武器につきゴールド獲得率が 2% アップ。隣にライフチル武器があると、ライフチルを行うために2ゴールドを獲得。クリティカルを着ていいよね。クリティカルまだ 40% だもんね。しよう。クリティカルか。ライフチル増える。これいいんじゃないの。気持ちライフスチル増えて、移動速度も増えて。運は下がるけど別にいいだろう。ダメージ下がってもいいかな。クリティカルが上がるなら。そんな気がせん。よいしょ。無理だ。こうか。こうか。一緒だ。一緒だ。ちょっとキープしてますか。敵ウィルの来た。これももう一回。今どうせオールライフ1なんでね。で、これを捨てて、待って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 、スペースはあるぞまだ。変えます。変えます。よし。うお。うお、マジか。じゃあライフスチルもおるか。こいつら上がらんもんな。ウィーマックス。そしてライフスチルが乗りますと、さらにライフスチル 38% 激強強。攻撃範囲が来ねえんだよな。しかし、うーわ、経験値のやつ来た。ちょっと固定して回すか。攻撃、はい、来たー。これよ、これ。これが来れば、攻撃範囲、もりもりで、40増えたので、これまで減れる。そしたら、これも変える。あれ ?2 マスなのこれ。あ、マジ ?3 マスと思った、俺も。マジか、マジか、マジか。じゃあ、話が変わってくる。敵増えすぎてやばいかな。敵増えすぎてやばいかも。あれ、あ、こっちにもスペースある。マジか。やったな、やったな。それは、それは絶対やったな。一個のところないね。いいか、これで。うーわ、攻撃速度。ライフチルマイナス5は痛いから、ちょっとタンマ。それはタンマ。あー、無理。ライフチルマイナス無理。うわ、これも来た。運が10上がるやつ。
ちょ、待てよ。待てよ。いや、ライフスチール5はダメだって。うん、じゅ、これキープだな。俺もいるだろう。何が増えてほしいかわからん。移動速度増えました。待って、移動速度やばくない？運が41まで来てる。移動速度上がりまくってるおかげで。え、じゃあこれ必要？もしかして。移動速度1につき1回比率なんよ。移動速度が今32あるから、4、5、6、70、75、6、77% 回避になるんで、これあれば回避ワンチャンいけるな。よし、行きましょうか。敵めっちゃ増えてるし気をつけないといけない。よしよしよし。とりあえず最初は HP ガンガン回復してもらって、耐えて。よしよしよし。耐えてる。HP 大爆発させろ。HP 大爆発させろ。よしよしよし。ライフスチール発動してる。やべ、HP500 いったんだが。これ HP1000 狙えるぞ。このビルド。やばいって。エリート倒せ、エリート。うわ、エリート2体も残ってた。最悪だ。やってもうた。エリート2体も残ってた。完全にやったわ。ちょっとこっち拡張します。この武器を置けそうなところ拡張します。あー、まあ、これあってもいいけど今じゃないか。次でいっか。とりあえず運買って。お、運50きた。素晴らしい。攻撃速度25、ライフスチール減ってもいいだろこれ。5ぐらいで、これ敵増えるんで、これ買いましょう。これ買いますけども、一回キープして 25% で敵増えるやつきた。これもキープかな。移動速度上がるんだよなこれ。やべえな、合わせねえなこんな。いや、火力だな、ここは。火力上げて。来たー、攻撃範囲。これを待ってた。これを待ってたよ。攻撃速度は結構漏れてるんで、多分。141だって、攻撃速度。でもこれでいいや。これでだいぶ、範囲余裕ができたかな。今のライフスチールだったな。しまったな。で、運はもうこれ以上いらないだろう。あー、ライフスチールか。微妙だな、これ5%。あれをチャラにするだけと思った。なんか悲しいよな。なるほどな。いいだろう、キープで。全キープになっちゃった。いや、いらないか。これなんなん？回復力1につき、いや、いらないな。次行きましょう。ライフスチール50を目指すか。HP も1000ぐらいいくんで、俺多分。エリートに突っ込んでこう。エリートに突っ込んできます。こんなんじゃ殺せんだろ、エリート俺のこと。しかも回避率もりもりだからさ。意外と死ぬ、もしかして俺。よし、エリート倒した。
で回避すればそれだけ攻撃力上がっていくんで鬼強のはず。敵も増えてるし、ライフスチームガンガン、よし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 。いや、あのライフスチールのやつやっぱ持ってもよかったな。隣り合う武器が 15% のやつ、あれあったらライフスチールもっといけてたな。 HP1300 壊れてきました。10個、1234567891、あー10かな。で、ライフスチール絶対、これアーマーでしょ。これ買いましょう。一番入らないスペースが微妙な形してんな、こいつ変な形してんな。まあ、回すか。うわ、いや、ライフスチール盛りたいから今ちょっと2回も出てきた、キープしとくわ。金いる？金いらんよな、6000もあれば一生回せるだろこんなん。いやいやいや、ライフスチールなるないな、マイナスだわ。これライフスチールないよね、マイナスだわ。範囲来ました、敵増えます、 8% 増えます。範囲が20、これあってもいいかな。いや、これだったらこっちがいいか。運のやつは今取ったよな。ライフスチールが欲しいんだよな。回避、回避いっか、あっても。回避51。きたー。これはでかい。1、2の3。ちょっと残念だったね、今のは。これ、これ、これ、あれだ。上に寄せればいいか。よくよく。まあ、次のターンにあれでいっか、狙えば買っちゃうか。ライフスチール運がちょっと下がるけど、運が下がるけど運が上がるっていう、これ買っとこう。買っとこうじゃん、キープしとこう。運いる？運いる？いらんよな、もうこれ。うわ、範囲来た。回すだけ回して、ライフスチール来たー。これキープで、金いらんこんなに。いや、いるか。これ欲しいな、これ買っとこう、買っとこう。これ HP100 減ったところよ、2000ぐらいあるんだから余裕よ。でこれで今 HP が次半分になったんで、スタートは別に大して痛くもないっていう。よし、これでいこう。レッツゴー。この方がライフスチール発動するからね、 HP 半分の方がいいんですよ。ダメか、やばいか、もしかして。ちょ、やばいか、敵多いか、あまりにも。ギリギリだな、ギリギリだな、おい、ギリギリだぞ。でもあの、回避すれば回避するだけあれだから。なんていうの、火力上がってくから。やべ、敵しかいないな。よう耐えてんな、これで。ちょっと待って。エリート倒せ、エリート。やべ、やべ、やべ。立ち止まれ。立ち止まれ。立ち止まって、
金を集めて、よし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 、1700、危ない、10個、こっち拡張します。1234567899の、これこっちに入るからいっか、こっちは10個で、どうしよう、ライフスチルが必要なんで、これは待って、これライフスチルの隣にない、置かれていない時か、やめとくか、やめとこう、こっちの方がいいな、まだ倒した時にライフスチルが発動する確率、倒した時か、それもまた違うんだよな。よし、スルーで、とりあえずライフスチルの買います。これ買ってもいいけどな、でも回避、いや一回買うか、買おう、アーマーが減るんでちょっと怖いけど、回避率85じゃん、上限いくつ、あ、上限85だわ、キャップなっちゃった、なるほど、あー下がるのか、じゃあまだだな、お、来た、経験値で移動速度が下がるからワンチャン、あ、そうだな、回避率のキャップが外れました。またライフスチールが欲しい、あー経験値来た、これわかります、ライフスチールと経験値が来たな、経験値や攻撃速度キープかな、キープかな、43だからもうこれ目指せそうだよね、強そうなの来たよ、止めれよ、槍につき、そうなんだ、どうしよう、いらないかなって思ったりもするんだよね、いらないよな、すぐこんなん解放するよな、これで攻撃速度が大事、攻撃速度下がったら移動が下がってさ、移動下がったら回避が下がるんよな、ちょっと回すか、あー移動上がってアーマーが下がるためだ、ライフチール、とー敵増えるの来た、これ以上敵増えたらやばいか、でも回避が増えるな、これで10回避が増えるんだったらこれ取ってもいいのでは、でも1マス、あと1マスどうするかって話なのか、とりあえずこれでいくか、これでいこう、あ、これ来た、じゃあもう一回買います、これ意外と危険だったけどな、 HP 半分スタート、敵多すぎて、いきます、でも半分が700だってやばいね、つか待って俺さ、これ毎秒の17ダメージとかの方がライフスチールより上いってる説ない、こんなことないか、さすがに、さすがに結構ダメージ出てるわ、ダメージない、ライフスチールしてるわ、よしよしよし、待って 15% 以下にならないって書いてあったよね、あれじゃあ 15% っていくつだ、1000で150ってことは300ぐらいってこと、きたー俺のターン、立ち止まれば攻撃速度が
60% アップ、 60% アップ。わお、 HP が2000超えました。10個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。フルスロットルいけるんじゃねこれ。フルスロットルですか、フルスロット。ライフチル向き。これなんか武器に乗ってるっけ、ないか、武器が。武器がないわ。あげたい武器がないわ。これキープしとこう。いやでも今からフルレじゃない、なんだっけ、あの武器は無理か。間に合わないか、さすがに。あ、ライフスチル来た。これで行くんじゃない、ライフスチル。まだか。ライフスチルマイナスのやつなんかない。あ、来た。よし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 。解放できたら OK よ。結構できたら OK よ。そしたらどうする？ちょっとライフスチール多すぎるから1個外して、攻撃速度入れて、運ももういらないから1個捨てて、攻撃速度入れます。 25% で攻撃速度入れます。攻撃速度 is power なんで。うわ、これ攻撃速度 is power って言った。攻撃速度こんなにいっぱい来んの。ライフスチール減りすぎるって。48。何が欲しいかな。移動ライフスチールプラス、これ打ってもいいんだよな。10回ロックで。あー、これ打って寄付やそう。来たー、これを待ってた。イエス。1。マジか。2。うー、よし、うわ、敵増える。なんということでしょう。骸骨が2個も来てしまったけど、今もう攻撃力俺モリモリだからいらないんだよな。ちょっといっか、これでいっか。回避は77か。まあまあまあ。もう見てよ、この攻撃速度。瞬速。お、何？一つのフロアで100回復する。100？今までむしろ100も回復してなかった。やべえな、敵の量えぐいな、敵の量えぐいな。敵やべえ。つか毎秒ダメージが27とか食らい始めてるんだ。28とか毎秒28食らうってもうどういうことっていう話だよ。うわ、一つのフロアで5回レベルアップする。え、今まで5回レベルアップしたことなかったん俺。12いけるかこれ。うわ、いけない、足りない、足りないって。うわ、1、2、3、
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、21、22、23、24、全然足んないじゃん。全然足んなかったわ。これ全部外してさ、ロック外してガチャに任せてみる。枠増えるやつ来るかもしれないし、敵枠増えるのが来るのを祈って。 HP 半分にする必要ないよな。これ以上敵増やしてもだな。範囲は欲しい。敵増えるけど範囲は欲しい。あー火力はいいや。もう敵増えなくていいかな。クリティカルは欲しい。 70%エリート増えるやつだったら、ほら来た、これよこれ。これが欲しかった。無理か。こんな1、2、3、1、2、3、4、5、6、7本も拾わんといけない。7本も来るかって話よな。こんな来るとは思えないわ。ライフチール、いやもう解放したんで。おお、2本来た。いけるのかこれは。もしかしていけるのか。これ生命でもしかして HP 増やせるのでは。生命50とか目指せるのでは。待って、移動速度50もある。36目指せるか。無理かな、さすがに。同速度無理か。範囲はもうないか。クリティカルも多分ない。ライフスチール、移動速度プラス30、 HP50、 30、 これいけるぞ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 。こっちで、これこうして、これライフ行くんじゃね。行かない。きたー、生命60アンロックしまくりー。でこれいらないよね。生命60もいらないんですよ俺。買ったのはいいけどっていう、買ったのはいいけどいらないんすよ。いらないよね。だってもう HP2800 あるんだぞ。ね、いらないっす。これもいらないっす。ね、このスペースになんか面白いの買おう。何を買うか、運もあっても意味ないし、クリティカルも意味ないし、あ、これ買っとこっか、ちょっと。よいしょ。お、移動いけるんじゃね。移動プラス50 43、マイナスのやつ外せばどうにかなるだろう。移動速度マイナス、移動速度マイナス、きた、アンロックやば。あ、待って、経験値いらないのでは。スペースだいぶあるな。かといって何を入れるんだ俺は。ライフチール入れるの。攻撃速度200あるんだけど。金もいらねえしな。クリティカルも発生するし。もう強すぎて強すぎて。範囲もう一個買っちゃうかも。なんとなく。ライフチール買っちゃうか。経験値いらない。クリティカル。見て、500だってやばくない？どうしよっかな。いや、これ以上敵増えたらさすがに死ぬんだよな。
あ、もう回せなくなっちゃった。これ買って終わりだ。終わりだ。いる？いらないよね。いる？いらないよね。というわけで今のステータスは HP2700、ダメージ280。これ、モリモリモリのクリティカル率 75% マックス。多分マックス。回避。マックス。攻撃速度200。移動速度43。範囲160。生命6。ライフスティール53。うわぁ。化け物できたわ、待って。ああ、ダメか。スペース足りないか。あと1マス。これ売るか。経験値25なんていらんだろ。敵増やす。バカか。最後の最後に敵増やしちゃった。何をしたいのか。もうボス戦なんよっていう話ね。ボス戦なのに敵増やしてどうすんの？うわ。うわ、敵いっぱいいる。すんげえ量できる。回避が発動してるのか何が発動してるのかわからんわ。DPS 表記、待って、DPS 表記、待って。DPS 表記ってなかったっけ ?332% まで来てる。DPS 表記とかね。DPS 表記、オン。続ける。うーわ、DPS が跳ね上がってく。ウィーン。超強い。超強い。バグレベル。やば。一重100千万、DPS2 万3000。もう DPS は思ったより高くないかもね。敵倒した数、あとちょっとで1万倒してた。え、ベガーやば。究極に壊れたキャラでしたね。HP が3000いくらになって。やばかったっす。こっちにね、最終ステータス出してくれればいいのにね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。あ、ランサーが解放されてる。あ、これで移動速度持ってるので移動速度狙うべきキャラだったのかもしんない、もしかしたら。で、これっすね、ライフスチルのキャラ。うん、3つも全部出ちゃってるわ。マジか。マジか。いや、多分俺が、あれやったせいっすね。いろいろ一気に解放しちゃったせいっすね。何解放したんだろ、今。多分回避60。あれでしょ。じゃあ回避60今回じゃないな。まずライフスチールで、ブラッドなんちゃら。で、移動速度でランサーかな、そしたら。アーム60今回じゃないはず。多分。で、ライフ60もやったよね、生命。いや、これだ。あ、やっぱランサーが移動速度ですね。で、薬剤4をクリアしたから、どうにあんの4は。あ、これか。ジェスター。ジェスター、ランサー、ジェスター、ランサー、ブラッド、ぐらいかな。ジェスター、ランサー、ブラッド。なんかもっとやった気もするけど。え、移動せずにフロアをクリアする。これやりてえな、確かに。クリムゾンサイズを6以上。マジか。フィールドキーパー。え、強そう。強そう。これか？2移動につき1ダメージ。武器、槍、15% クリティカル。まっすぐ走ると移動速度がある。回避率が15。なるほどな。でもあの馬取っちゃえば回避、移動速度が回避になるんで強いっていうね。遠距離武器は装備できない。ライフチル。ライフチルの変化率が 33% アップ。
他の方法では回復できない。大変だな、このキャラ。結構厳しいな。ソードドリンカー。回復10。ライフチールで 15%。ライフチール。余剰体力3につき攻撃力が 1% アップ。フロアクリア時にリセット。余剰体力ってことは最大1以上回復するのかな。マイナス50はまあきつ。最大体力以上の回復量が見込めるとき余った回復量の 25% が余剰体力で、やっぱそうだね。そうだね。で回復しまくるキャラ。で回復しまくった結果、火力が上がるって感じ。なんだけども、HP がないとな。プラス100経験値。お、レベルが3上がるためにインベントリのソフトが1個増える。いいね。経験値の変化が 40%。インベントリの空きスロット1個につき攻撃速度に。ちょ待ってよ。ちょ待ってよ。なんじゃこいつ。インベントリ開けないといけないの。攻撃速度のために。やだやだやだ。詰め込むよ、俺は。詰め込むよ。俺の夢はインベントリスロットを全部開放することなんだ。ジャガーノート。とげじゃ、今回ここで終わりにしましょうか。いいね、強いね。赤、真っ赤か。いいですね。というわけで今回もここで終わりたい。わ、なんか変なのおる。ジェスター、見てもキャラ選択がない。キャラ選択あるじゃん。キャラ選択がない。ちゃんと説明見ないでおきましょう。これは次回ちょっと気になったら見るかもしれない。とりあえずランサーか、このアリストクラットやるかな先に。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。デジカでした。